オリックス若月健也捕手28と廣岡大志内野手27が14日脳震盪特例措置で登録抹消された。若月は13日ソフトバンク戦の8回守備で本塁に突入してきた走者と激突して頭部を強打。廣岡は1回に本塁への走塁の際にこちらも頭部を強打して、共に試合後に大阪市内の病院を受診していた。今後は NPB が定めた復帰プログラムに沿って競技復帰を目指していく予定。また右肘の違和感を訴えて降板した宇田川優希投手25も登録抹消となった。打球を右足に当てて降板した吉田輝星投手23はこの日の試合前練習に参加した。代わって山岡大輔投手28、福永翔捕手25、野口智也内野手24が出場選手登録された。山岡は今季初の1軍昇格、中継ぎでブルペン待機する見通し。